では感動の瞬間でございます。はい、どうもこんばんは、カズチャンネルのカズです。はて、こちら iPhone6S なんでございますけども、やっぱり割った、割りましたか。割れるときは割れるんです。まあ、ただですね、やっぱケースに入れるだけでだいぶ違ってくる。というわけで本日はですね、タラーンと、はい、こちらつけていきましょう。はい、今回買ったのはですね、シュピゲンさんですかね。iPhone6S6 ということで、今年の新しいモデルも大丈夫でございますと。まあ、ほんで、まあ、特別すごいとかそういうもんでもないんですけども、まあ、ここですね、まあ、スリム&ソフトと、今までのですね、私のケースをお見せいたしますと、まずこちらっていうか、これ僕一番好きなんですよね。ちょっとね、メーカーこそ違うんですけども、まあ、ちょっとこのラバー調っていうかですね、まあ、ゴムっぽい質感？よっこいしょ。これはね、以前透明だったんですけども、黄色く変色してしまいました。ほんで何よりですね、若干この滑り止めが効くとってのがね、いいんですよね。ほんでもう iPhone ちゃんはね、基本このアルミだからね、このぶつかった時に、ダイレクトに衝撃がね、このガラス面に来ちゃうからね、まあ割れやすいって言ったのはあるとは思うんですけども、タラーンと、はい、こちらですね、ギャラクシーの今のやつはね、多分割れやすくはなってるとは思うんですけども、その一つ古いバージョンはですね、ここら辺はね、プラスチック。だからね、若干衝撃を吸収してね、こんな感じでね、何度も落としても結構ね、液晶面大丈夫だったりするんですね。本来であればね、これ、何もつけない状態がベストなんだけども、やっぱね、iPhone はなんとなくつけちゃう。ほんで今回はですね、まあ、原型を大切にということで、クリアバージョン。まあ、これだったらね、裸族の方でも、ギリ許せる方は多いみたいです。では早速中身の方確認しましょう。はい、タラーンと。以上ですね。はい、こちらの方にはですね、紙、キット、食べたらダメなやつですね。そして、こちらが本体でございます。ちょっと触ってみて分かったんですけども、私が以前買ったモデルよりですね、もっとゴムっぽさっていうか、この滑り止め感はすごい効くよね。では感動の瞬間でございます。ペタッ、よっこいしょ。はい、装着完了で以上です。まあ、ちょっと細かなとこ見てみると、まあ、ここら辺はもちろんね、何にも当たりません。ほんで、ここ、押しやすさについてなんですけども、若干硬くなった程度でございますね。ただこれ、使っていくと、少しずつ柔らかくなる傾向はあります。そんで、こちら側でございますね。こちらも若干硬くなった感じ。でも、ここ、このバイブにするのはね、そこまで引っかかりないね。やっぱね、これ、薄型ってのが効いてるんだと思います。あと何よりもですね、ケースをつけても、ケース自体薄型だからね、そこまで重さ感じない。いやー、本当にですね、ケース選びって重要でございまして、重量ちょっと見てください。前回、私ちょっと大きめのね、6プラスを使ってるっていうのもあるんですけど、ケースがね、かなりごつかった。というわけで、測ってみるとね、237g。それに対して、こちらいきますよ。はい、162g でございます。相当違う。まあ、ケース自体ですね。ほら。たったの 14g。それに対して以前のやつはね、どんだけ重てんだよ、お前。他ちょっと嬉しいのがね、端っこ、隅の方見るとね、こんな感じの出っ張りがあるから、多分机とかに置いた時ね、少し浮くような感じで、このケース自体の傷もですね、少し防ぐような感じなんだとは思います。はい、とまあこんな感じだったんですけども、いかがだったでしょうか。まあすごいね、これ滑りにくくなったということで、この落とした時のね、対衝撃性はもちろん見てください。例えばね、これ、この iPhone のいいとこでもあり悪いところでもあるんだけども、このアルミさんがですね、もうここもうね、ここあっと落ちるんですよ。もうこの角度で落ちてしまうんですけども、ケースをつけることでですね、ほらまだ行きました、まだ行きました。相当な角度行きます。やっぱこれってね、重要なポイントだよね。まあ完全裸族の方はですね、ちょっとな、やっぱな、裸で使いたいなっていうのはあるかと思いますけども、ケースつけてもいいっていう方はですね、
こういったものをつけておくといいでしょう。ちなみにこちら価格なんですけども、今現在確認してみると1280円でございました。結構ね、今回液晶がね、この圧力感知するようになったでしょ。だから修理代が高くなるらしい。だからですね、壊したくない方ですね、まあ保険という意味で、こちらケースいかがでございましょうか。商品購入ページにつきましては下の概要欄の方に貼り付けておきます。以上、評価の高いケースのご紹介でございました。